はい、船虫くんチャンネルです。今日は美北の D1 ライツが終わった次の日の夜、で今日のゲストは水野雅彦選手に、電話でねちょっと来ていただこうと思ってます。で実はね、なんか昨日雅彦お兄さんの方は、岡山に泊まったらしいんですよ。で、弟の俊彦選手の方は、まあ、次の日は仕事のことがあってね帰ったみたいなんですけど、まあね遠いからね、まあじゃあちょっとねいろいろ聞いていきたいと思います。もしもし。あ、こんばんは。あ、こんばんは、お疲れ様です。いやーお疲れ様です。水野雅彦選手です。よろしくお願いします。こんばんは。いやー本当長きにわたり水曜日の夜から、帰ってきたのいつですか？30分前ですね。30分前ということ30分前ってことは、はい、水曜の夜、いや水曜日何時に寝たんですか？ちなみに。あ、でも水曜日の、そうですね、8時過ぎだって。夜の8時過ぎ。夜の、はいはいはい。おお。めっちゃ海外旅行でも一切知ってるみたいになってますね。いやでもそういうレベルになっちゃいますよね。そうなっちゃいましたね。すごいな。僕は。いやだって水曜の夜からまあで向こうには朝方着いた感じですか？そう、水曜日の夜出て木曜日の6、7時ぐらいには到着して、うん、ああ、うん、それで練習日、あ、練習日っていうか、はい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 、総合会日みたいな感じのね、はい。あ、ちなみにほら、はい、うちのチャンネルでも前に紹介したことありますけど、トレーラーで行ってるじゃないですか、はい、トレーラー、はいはい。ってなるとトレーラーとほら牽引免許必要じゃないですか。はい。でドライバーはもう雅彦様一人でやってる感じですか？雅彦様と、はい、いつもお手伝いに来てくれる人がトレーラーを僕が買ったタイミングで、はい、牽引免許をわざわざ取ってくれて、いやーすげーそれ、うん、感謝感謝ですわ。いやそれはやばいな。そうで2人で運転してきました。いやじゃあそれで、はい、トレーラーのメリットって結局現地でドリシャ切り離して、はい、まあね前の車が動き回れるっていうのが結構メリットじゃないですか、うん、はい、メリットです。あってことはじゃあ実際美北が終わって、うん、で一泊そこで過ごした感じなんですよね。美北終わって、うん、で、宿ちょっと岡山市の方に取ってたんで、はい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 、うん、さっきとからまあ1時間ぐらい変わるんですけど、おお、うん、それをまあ毎日を1時間かけて往復してましたよ。あ、え、ちなみに美北サーキットって俺なんかその周りの環境わかんないですけど、どんな感じなんですか、はい、そのクソ田舎なんですか？多分船虫くんが住んでるところも田舎だと思います。なんでしょう、すげえ分かりにくい。いや、船虫くんがどういうところに住んでるか分かるんですけど、まあ田舎ですよ、本当に、もう山奥、サーキットがあるのは。あ、じゃあ結局近くにホテルとかはないんですか？ホテルはないみたいで、はあ、旅館とかはなんか数軒あるみたいで、ただその旅館に関してはその宿泊先を予約するサイト、うん、楽天トラベルとかジャランとかあるじゃないですか、はいはい、そういうのにはなんか載ってないらしくて、あ、じゃあ直接電話系の、はい、あ、じゃあ要は前もって調べて予約するのはちょっと面倒くさい感じになっちゃうんですね。多分だからそのもう何回も行ったことあって、そこに顔なじみとかになっといて、今度いついつからいついつ予約入れるわっていうような電話をしないといけないようなタイプなのかな、はい。あ、じゃあ地元の人たちとかはまあ知ってるかもしれないですね。そうですね。でもなんか俊彦様はなんかその辺で撮ってたみたいで、へえ、そうで、なんかいつも、はい、
起きるのは本当何ですか、受付参加が始まる30分前ぐらいに起きた、起きてるとか言ってましたけどね。なんかその移動時間結構でかいな、いやでもこれもまた一つ俺はあのライツとかを遠征するあの醍醐味として、はいはい、その街で何かを、うん、あの食事をしたり、その街を楽しむっていうのは一つ、そう、夜ね、みんなでご飯食べに行く、はいはいはい、そういうのがまた一つ楽しいんですよ。あ、それはね、俺、うん、分かりますよ、うん、分かります。俺青森遠征を毎週のように続き、うん、あの青森の街中に泊まるのが好きで、はい、楽しいもんな。どこ泊まったんですか、八戸とか。ね、あれは青森の八、あれ MSP の一番近いでかい、あれ駅名なんだっけな、忘れちゃった。ああ、でもね、なんとなくわかります。はい、で、そこが結構、うん、飲み屋街が結構あったりとか、で、そういうところにビジネスホテルもいっぱいあるから、うんうんうん、結構毎回違うとこ泊まりながら。でも MSP だと多分あの下道30分ぐらいの圏内ですよね。ああ、そうそうそうです。そうですよね。そうです。割と近いっちゃ近い。割と近いですよね。うん、そう。うちはね、今回ちょっとし、倉敷の方とかに宿取ったんで。ああ、じゃあちょっといい感じのとこだ。10分、そう、1時間弱。でも街がすごい良くて、倉敷って。はいはいはい。だから、そのサーキットでそういう大会を楽しむプラスアルファで、なかなか行くことのできない街を楽しむっていうのもね、一つ醍醐味として私は。あ、確かにそこはあるな。はいはい、うん、そっか。じゃあ要はライツの大会はもちろんそうだけども、その一緒に行く人とプラスアルファの楽しみで全部を通じて楽しい、なんだろう、ライツラウンドですよ。あ、ずるいな。それはずるいわ。なんか例えば大会中に嫌なことあっても、うん、でもその後も要は楽しい夜が待ってるわけじゃないですか。そう、楽しい夜とあとお説教の夜と、うん、まあいろいろですけど、まあでもそれひっくるめてね、楽しいからこういうのをやっぱやめれないっていうか。ああ、なるほどな。なんか今それ聞いてて、はい、ちょっと楽しみ方を変えた方が、うん、なんか、うん、なんだろう、全体を通じてドリフトのことずっとものすごい好きでいられそうな気がする。そうです、オンオフ大事ですよ、オンオフ。あ、だから僕はあれですよ、コスパのいいライツ選手なんですよ。あ、そっか。結局ドリフトの時と別の趣味の時とのオンオフがあるから。はい、はい、なるほどな。そうなんですよ。だってライツの選手たちってその水槽残れるか残れないかで、はい、もう人生かけてるぐらいの勢いの感覚の人が多いと思うんですよ、実際。あ、はいはいはい。だからそういう人たちから見たら本当に、まあ、それで結果がついてきてるからな、はい、それで毎回予選落ちだったら、はい、あ、まあまあまあ、全体通じて楽しいのねーであれだけど、はい、夜も楽しくて昼も楽しいじゃな。まあ、せっかくね、まあ、お金かけて大会出るから、はいはいはい、大会の方でもね、楽しい思いをしたいわけですよね、もちろん。そりゃそうっすよね。もちろんそりゃそうですよ。で、やっぱ、今回70何台でしたけど、はいはいはい、そこで16番に残って決勝で走ってっていうのはもう大会をすごい楽しみましたと。あ、そしたらそれは大会じゃあ一区切りついたら、じゃあ夜の部は夜の部でみんなで楽しくワイワイしながらお酒と美味しいご飯食べてって、はいはいはい、二度楽しむっていう。いやー、そう、それだったらなんか例えばなんか俺ちょっと今秘訣というか秘密を見てる気がしたのが、はい、メンタルの話、はい、前回も日光ラウンドで出ましたけど、はい、なんかメンタルが例えばもう俺はこれをなんか成し遂げなきゃもう人生終わっちゃうみたいな、そういう頭でやってるよりもなんか旅行の中のなんかイベントみたいな感じで考えたら心もリラックスできてるし、でもしなんか例えば1日目でなんか嫌なことあっても夜またその楽しみで切り替えて、うん、次の日、うん、いい精神状態でいけそうな気がする。
まあ、だから土曜日は本当に精神状態としては、まあまあ予選やって、まあ、落ちちゃってとかで、うん、まあ、ちょっとやっぱズタってなるじゃないですか、はいはいはい、へこみますけど、うん、まあ、夜もまあある程度ね、いじられ何か言われて、はい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 、はい、まあ、でも明日頑張れよで一回一区切り、そうですよね、で日曜日みたいな感じだったんで、はい、今回、うん、だからそこのなんだろうな、楽しみ方が、はい、他の多分ライツ選手と大きく違うと思うんですよ。まあそういう、そうそうなのかもしれないし、また他にも数人はいるかもしれないけど、ああ、ね、そっか、それはまあ全員がそっか聞いてるわけじゃないからな。はいはいはい。まあごく一部のね、船虫くんの周りにいる、はい、あれライツ選手言ったら、まあ多分結構そっちがその手が俺僕は強いのかなとは思いますけどね、僕は。そっか、じゃあちょっとメインの話に、まあ、はい、第7ラウンド第8ラウンド、参戦してで。まあ、どうですか、通じて率直な感想というか。率直な感想は、でもちょっとビホクストリートリーガルの時もビホク何度か走りましたけど、はいはい、やっと最後の最後でビホクが分かった気がするっていうね。あ、第8ラウンドの単走でハマってきましたもんね、うん、そうですね。それもそのだから前日もダメだったし、うん、日曜日の練習日も、はいはい、練習走行もう、はい、ぶっちゃけ決まってなかったんですよ。あ、練習そんなにハマってたわけじゃなかったんですね。練習もハマんなかったんですよ。3本を走れるっていうのは、まあいろいろあって2本に減算されちゃったんですけど、はいはいはい、それでも2本で決まんなくて、おう、うん、で単走でやっとこさ、あ、うん、やっとこさ、ビホーク、これでも単走1本目攻略できず2本目でやっとできたって感じですね。いや俺もほらそこしか見てないんで、うん、だからハマったんだなーっていう風に普通に、うん、いやなるほどな、だから今その話聞いて思ったのが、うん、ベスト16に残って、うん、しかもあれギリだったじゃないですか、16で16ギリ、そうシングルギリギリ、うん、でもう要はうまくいかないなーっていうところから本番でピークを持ってこれてベスト16ギリで残ってもう喜びマックスの状態で、でほらみんな水槽の人たちが16台コース上並んで、グリッドウォーク、そう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 、グリッドウォークであのあれマイクパフォーマンスあるじゃないですか、もうねあのテンションはもうクソ嬉しいんだろうなっていう、もう見てる人全員が本当にすげえ喜んでるっていうのが伝わったんで、まあだから今この話を聞いてちょっと納得しましたね。やっぱそれだけいい流れであそこに来たんだなっていう、まあ、あそこでちょっと出し切っちゃった部分もありますけどね。まあある意味そうっすね。あそこで全部いいところ出し切ってで追走やって、うん、負けたけどでもそんな嫌な気持ちしなかったんじゃないですか、あれ。いやそうで後追いで 0.5 ぐらいは取れてて、うん、で先行でバシって入って、うん、で多分先行の時の進入多分週末1位いいんですよ。おだけど週末1位でいいのが出たもんで自分、はい、こんな進入したことないよなで、ああそのまま外にブーって流れていっちゃったんですよね。まあでもだから終わってみてだから、はい、あれじゃないですか、その日の夜岡山泊まった時はなかなか最高な夜を過ごせたんじゃないですか。まあ、まあそんなに遅くまではやっぱなんか飲んだりとはできなかったですけど、はいはい、まあ、でも一番あれですね、お酒が美味しかったですね。まあそりゃそうだろうな、日曜日の夜が、うん、だってなんかうまくいかなかったことが一番本番に上り調子でピーク持ってこれるって、はい、最高なことで、一番嫌なのが練習すげえ決まってて本番がなんで練習の成果出なくて落ちちゃうのみたいのが多分ね一番へこんじゃうから、それ数年前の僕ですよ。
マジ練習番長でしたから。なるほど。うん。ああ、それへこみますよね。そう、練習日に全てを出し切っちゃって、単走の予選を、はい、受けるっていう。ピークの持っていき方がね、全然違ったんですよね、昔はね。なるほどな。だから、でもこれ難しいっすよね。じゃあ、こっから、まあ、何を目的とするかなんでしょうけど、じゃあ、練習頑張ってよりいいポジションに行こうとしたら、もしかしたらその前みたく、なんかハマっちゃうかもしれないし、だから、逆に今ぐらいのスタンスで続けるっていうのは、もしかしたら一番、性に合ってるってことなんですかね。でもね、これ単走に関してはまあいいかもしれないんですけど、はい、うん、水槽のなんていうんですか、感覚というか、ああそっか、相手にそこがね、どん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 衰退していくんですよ。ああ、水槽に関しては練習って絶対必要ですもんね。そうで、そのだから前の車に対しての自分の立ち位置とか、はいはい、その予期せぬ先行が予期せぬ動きをするときに対応できる能力って、それをやっぱ追走の練習をしないと養われないもので、まあ確かにそれはそう、そこがマジでどん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 衰退していくんで、そうだ、やっぱね、その難しいっちゃ難しいんですよね。まあそっか、じゃあ追走の練習はした方がいいけども、その単走のメンタル面だとか、まあ、そのなんだろう、ライツウィークを楽しむみたいなスタンスは残した方がいいし、そう、間違いない、それはそうですよ、間違いない、そっか、じゃあどうなんですか、例えば今後の展望というか、はい、だってここ数年、スポット参戦して、ある意味、今回のラウンド7の予選落ちが、むしろ珍しく予選落ちしたわけじゃないですか。ライツに関してはそうですよね。だってそうスポット参戦来て全部通っちゃってきてるわけだから、そう、ここ最近はもうほんとね、数年はそういうことですよね。で、はい、ただその追走のそのなんだ、やっぱりこれからね、どんどんみんなも当然追走のスキルも上がっていくだろうから、そこに合わせるのに、はい、まあ多少やっぱり練習の機会を増やしていこうかなっていう方向では考えるんですか。まあそうですよね、なんかやっぱこのままね、なんか最近ちょっと追走に関しては負けが続いてるんで、なんか自力でなんか相手のミスとかでは勝ち上がったりはしましたけど、はいはいはい、自力で勝ち上がってるのが全然なくなっちゃったんで。そっか、その勝ちをもぎ取りにいってる手応えがないってことですね。そう、まだやれる気がするですからね、まだ。でも今回ラウンド8のその、はい、まあ、負けはしましたけど、後ろにいる立ち位置は常に斜め端のところにいたんで、いや、もうちょっと欲しかったんです、俺の中で。ああ、距離がね。だけど、そう、あとで映像を見たら、いや、全然もっといけるじゃんだったんですよ。ただ、車を運転してる、追走してるその時の自分の映ってる場面では、結構入ってるつもりだったんですよ。はいはいはい。ただどん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 後ろに回ってるんで、いや、こうじゃないよな本来はみたいな。まあ追走の時に一番多分練習の差が出るのが、差し替える時のそのタイミングの合わせ方が多分、そのなんだろう、いや、痛いとこつきますね。 あそこって絶対練習ですよね。そう、あそこ、だから、1本目の後追いか、そう、ストレートから出てきて振り出して、その後審査席前通過して、はいはい、最後の返しの時、そう、あそこでうまく引けずに後ろ回ってんすよ。 あそこで抜いて差し込んだら1ランク取れた気がする。そこの距離感を後ろに回らずに同じ感覚でまたズバッと差し込んでいくっていうのが、やっぱそこ練習っすもんね、やっぱり。そう、そのね、タイミングとかのなんか、一回待ってもう一回刺すっていうのはね、なんかやっぱ
衰退しましたね。衰退してますよね。なんかあの日光でいうと 3,4 コーナーの差し直すあれがやっぱりうまいと、その後6コーナーまでぴったりいけますもんね。そうですね、そうそうそう、うん、まあでもじゃあそうするとそこら辺は少し、うん、まあやってこうかなみたいのは、まあもう来年もしこうやって、まあ、スポットなり出るんだとしたらちょっと、はい、もうちょっとね、ドリフトの方に練習し、ドリフトを練習しないと、乾燥含め、追走も練習しないと、ちょっと自分で一生もぎ取るっていうのは難しいですよね。でも、乾燥通ったらやっぱり追走で、ね、もうちょっと上に行きたいっていう気持ちは、まあ、普通に出ますもんね。まあ、もちろん、負ける気では言ってないからあれですけど、まあちょっとこの練習量だと優勝は確かに難しくなってますよね。まあ、だって今年、うん、だってサーキットに練習に行ったのが1回しかないわけじゃないですか。そうですよ。でレースウィークに練習してるぐらいですから。そうだから、いやまあ逆言うとそんな選手もともといないんで。マジ舐めてますよね。まあだまあ、逆に言ったらでも。もしこれで練習すごいやったらどうなるのかなってのはちょっと気になりますけどね、正直なところ。あー、やばいっすよ。いやーそうだから、なんだかんだ年間でそんなに練習いかないのに俺時々会うじゃないですか、サーキット現場でたまたま。はいはいはい。だまあ多分その行くタイミングが、まあ、似ているタイミングがあるのかもしれないですけど、はい、まあ追走ばっかりはその同じぐらいのスペックの車で、はい、なんかあんまりねスペックに差があるとなかなか練習もねやりづらかったりあるだろうから、うん、そういうなんか一緒にやる相手もね必要になりますもんね。まあ現地調達でもあるんだろうけど、まあ、実際今練習機っていうのがないんで、はい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 、あの本ちゃんの1本しか今ない、そう1台しかないから、うん、であいつで走るとそれなりにねコスパも悪いんで、まあ、そりゃそうだし、あんまり動かしたくないですもんね、たくさん。まあまあ動かしたくなくはないですけど、うん、やっぱ動かすに対してまたちょっといろいろね準備をしなきゃいけないっていうのが、まあ、あるんで、うん、でかといって練習機を1台もう1回作るっていうのもまた大変じゃないですか。まあ確かに、うん、で一応何かあった時用に1号1台あるんですけど、そう、それはまだシートかぶってずっと保管中なんで。ああ、じゃあ要はストックボディとして、まあ変な話ストックボディであり、なんか予備部品を、うん、そこから部品をね取ったりするっていうようにまとってあるんで、もう昔乗ってた1号はないんですよね。雑誌によく出てた緑の1号は某あるところにボディだけはありますよ。はい、ああ、そうなんですか。そう。それを譲ってくれって言った方に譲って、でたまたま週末会ったら話してたら、さすがにあれは誰にも売れないから持ってるよって言ってました。へえ。じゃあ、うん、そういう意味で言うと、うん、その人がもしかしたら使うかもしれないなって感じなんですね。そう、なんか 2J とか 1J とか乗っけてなんかやろうかなって言ってましたけど、だから次にどこの手元にあるかっていうのはまだ明確になって、なるほどな、うん、まあじゃああれですね、まあこれでシーズンが1年終わったんで、うん、まあゆっくりしながら来年どうしようかなみたいなのをこれから、まあ、考えるみたいな感じですか。そうですね、来年どうしよっかなみたいな感じですね。あ、まあ、あとは もしもっと車のスペックを上げるんだったら、うん、もうほんと次に入れるんだったらシーケンシャルぐらいしかないんで、あ、はいはいはい、そこのねやっぱ予算はちょっとかなり厳しいものはあるじゃないですか。まあ、確かにな、うん、でもみんなやっぱシーケンシャル、まあまあドグミッションでもいいんでしょうけど、うん、ほぼほぼそうなってますからね。確かに早いっすよね、うん、あれが入ってるだけで。
あれに入ってるだけで多分20馬力30馬力ぐらい余裕でアップするんじゃないですか。あのシフトアップ、ギアのつながりすごい、うん、そうっすよね、うん、だからまあただライツ全体で見てると別にシーケンシャルはなんかあのみんなが入れてるわけでもなくて、なんだ2割ぐらいとかすか、うん、いや全然全然もっともっといます、もっといますよ。だって多分ですけど、はい、土曜日の日の日北ランドのランド7か、はい、時に多分追走でシーケン入ったの多分16台中14台とかの世界じゃないですか。うわうん、まあ、シーケンなりドグミッション、うん、そうなのか。で面白いのがランド8の多分決勝に残ったあの2台、はい、13と180、はいはい、あれは多分シンクロミッションなんですよ。へえ、うん、純正系の、うん、だからまだ何とも言えないですよね。入ってた方がね、でも欲しい、でも欲しいみたいな。あ、うん、なんか見てる限りはやっぱりなんだろうな、そのちゃんと走らせられる人がまあ生き残ってってんだろうなっていうふうに、うん、ほら車のスペックだけで勝てるっていう感じには見えないから、うん、ただ追走になっちゃうと最終コーナーからあの離される感じは辛いっすもんね。でもやっぱりみんなあれですよ、もうブーストも結構かけて、うん、結構もうカリッカリでやってますよ。うん、決勝あの追走で当たった、さんの土井選手にいろいろ話聞きましたけど、はいはい、うん、まあ、ほぼほぼエンジンの仕様とか、はい、その使ってるミッションとか一緒だったんですけど、あの常時ブーストをかけてる、ブースターツが全然違って、はい、うん、常時その 1.7 かけてるってあの土井選手は言ってて、で僕は単走中ずっと1.5 とかで走ってたんで、はい、まあ、追走の時はもう 1.8 でちょっと上げましたけど、はいはい、うん、やっぱみんなやっぱハイブーストかけて結構カツカツで車も、うん、走らせてんだなっていうのを今回初めて知ったというか。あ、じゃあもう壊れても仕方ないような状態で行っちゃってるとですね。でもね、確かにそれ壊れてもしょうがないっていうよりは壊れない程度でカリカリにやってるっていう感じですよ。あ、なるほど、そうか。いろんな、そう、要は安心安全を買うじゃないですけど、その部品はいいものにしといて、うん、で、1点で高ブーストかけて、はいはいはい、で、車を早く走らせるっていう、うん、そっか。だからこれもね、やっぱりライツ行って、で、いろんな人の話とかを聞かないとわからなくて。あ、自分は 1.5 ぐらいで結構ハイブーストだなと思ってたけど、いやそれって普通でしょみたいな話になっちゃってたんで。なるほどな。まあでもなんか前に言ったほら浦島太郎にはならないように現場にはやっぱいたいって。そうですね、そうそうそう、それはい。なんかただちょっと心配なのが、例えばこの今の2人のトークを聞いてる普通の人が、はい、いや俺にはとても大会を目指して頑張ろうって無理だわってやる前から思っちゃいますね、これ。でも一応 D1 って D1 ってつくあれだったら、まあ、地方戦とかもあるじゃないですか。あ、はいはいはい、まあ、そこからそこに行くんだったらまあそこまでは、まあ、お金かけずに行けるはいけますよね。まあ、その先やっぱ、ね、ある程度腹くくっていかないと。確かに。それこそなんか強力なスポンサーさんを捕まえるとか、うん、まあやっぱちょっと次元なんか一つ階段を登るとその上はやっぱちょっとその一段が大きいというかね。まあ確かにそうですね、うん、だって今の D1 ライツで出てる車なんて昔で言ったら D1GP でも余裕で勝てるような車の人がそろそろいるわけじゃないですか。はいはいはい、そうなってますね。そうなってますよね、うん、最近じゃなくて地方戦でも昔の GP マシンレベルが普通にいますからね。あ、だからやっぱみんなある程度腹はくってきてますよね。そう、もう地方戦で 2J とか普通台にいるからな、ゴロゴロ、うん、
でもそれで潰れてほしくないんですよね。あ、まあまあ、これ今頑張ってる人たちには、若い子たちには。確かに、うん、そうだな。まあちょっとでもあれですね、で無理に、うんうん、来年の活動、はい、ちょっと楽しみですね。まあできる限りはやりますよ。うん、まあ、うん、なんかまた多分どっかで現場でふと出会うこともあると思うんで、はい、ちょっとその時はまたあれですね、いろいろ時期も経ってるだろうと思うんで、話ちょっと聞かせてもらいたいですね、うん、なんか面白い話ができればいいですね、はい、ちなみに、うん、どうですか、結局なんか1年間終わって、はい、まあ正直スポット参戦といってももうね、ラウンド結局これで半分出たことに、半分ラウンド出ましたね。そうですよね、半分出て、ね、で4回中3回追走だから残ってるわけで、この追走進出率は、はい、これ進出パーセンテージだけで言ったら、はい、ランキング上位の選手と比べても、はい、かなり、あれだってランキング2位とか3位の人だって多分そんなにパーセンテージ高くないと思うんですよ。だって最上選手とか進出するっていうね、そう、進出してるパーセンテージだったら多分 75% の確率で追走残ってる人って田野選手ぐらいじゃないのかな、はい、あ、彼全然ね、本当に年間通してこけなかったけど、1戦ぐらい落としたぐらいだよね。そっか、だからそうすると8分の7か、うん、彼はだからまあ本当に強いなと思うけど、まあチャンピオン取りましたからね。まあ確かに、うん、だからそうすると俺多分パーセンテージだけで言ったら実は雅彦様、はい、ランキング、そういう意味のランキングは2位だと思いますよ本当。2位ですか。いやでもだってそうなっちゃいますよね本当。本当ですか。だってランキング2位3位とかね、大輔さんとか、とし彦様は8個のうちだって通ったのは車2回でしょ、で日光1回で美北で1回だ、4回だから半分 50%。 だからそうか、水槽進出率っていうと、だからあと水槽勝つだけですね。じゃあそこです問題です。でもそしたらでも、うん、ちょっと最強っていう、本当にコスパ最強っすね。コスパ最強は間違いない。それは間違いない。はい、まあじゃあ来年また活躍活動の中身も期待してますんで。わかりました、はい、またどっかだった時話聞かせてください。了解いたしました、はい。いやまあ30分前に帰ってきてばっかりなんでお疲れでしょうから、ゆっくり休んで、明日からね激動の仕事がたっぷり溜まってるでしょうから、頑張って。ああ、お気遣いありがとうございます。はい、まあまあ、じゃあそんな感じでまたどっかでお会いしましょう。すいません、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。さあ、いやーなかなかねいろんな話聞きました。ライツのレベルというよりも車作りのレベルが圧倒的に飛躍的に、 GP 車両をベースに各みんなカテゴリーがレベルアップしてってると。でね、俺これはまあしょうがないことだとは思うんですよ。例えば格闘技で例えたらヘビー級の選手見て、例えば普通の小柄な、ね、日本人の男性が、ね、じゃあボブサップ倒してやるとかって思うことがないのと同じように、ああいう車を見てもわーすげーで、まあいいとは思うんですけど、それを見てそのなんだろうな、競技をするのを嫌だなって思うよりも、できればそのできる範囲の中でどっかのカテゴリーに参加するっていう風に続けてもらいたいなとは思うんですけどね。あと始める人もあんまりハードル高く考えないで、そこばっかりじゃなくて普通に楽しくドリフトするっていうのも、あるんで、別に大会出るのが全てじゃないから、だからそうやってなんかみんなもっとねなんか向いてくれるといいなって、日々思ってます。
またちょっとね、みんなの活躍、活動を追っかけていきたいと思います。はい、また明日の6時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。